やばい、塊。霧吹きって何？誰か。はい、友永美穂です。私のお家にあるものが届きました。じゃん、椎茸農園です。わー、それでは美穂チャンネルどうぞ。ちょっと今回はね、椎茸を育ててみようかなと思っています。さあ始めていこう。お、あ、え、やばい、こんな感じです。塊。森の椎茸農園栽培方法。じゃあ一回今からこれを水洗いしてきます。あー、そして、え、バケツいるの？あー、バケツなどの容器に入れ。じゃあ一回とりあえず洗ってきます。バイバーイ。こんな感じで水に浸しています。待って、重たい、よいしょ。ふう。この水に浸した状態で30分放置するそうです。30分、スタート。3、2、1、わー、キャンセル。次の工程がこの付属でついてきた袋に移すらしいです。やっていこう。なんかお家で椎茸育てられるってすごいですよね。せーの、よいしょ。あー、本当にこぼれないことだけを祈る。霧吹きも用意したので振りかけたいけど、どうやったら出るの？取っちゃダメなやつじゃん。これ取らなきゃいけないやつかな。キャップついてました。慣れてない。え、霧吹きって何？やっぱこれ取るのかな。お、出た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 。これいらないの？もう一回つけてみよう。これいらないっぽい。こんな感じなんだね、霧吹きって。表面を霧吹きで濡らします。でも結構もう濡れてる。これもうこのまま入れていいのかな。合ってる？誰か。でも入れって書いてるもんな。よし、じゃあ入れよう。頑張るぞ。お、これ意外と重たいんだよね、しいたけさん。いきます。せーの、よいしょ。入った入った。こうだ。窒息しないように片方は開けとくっぽいです。洗濯バサミで止める。おお、完成。できた、嬉しい。ここに、どうしよう、ここに飾ろうかな。こんな感じで。なかなか大変だね。ということで、できました。2日から2週間すると小さい椎茸の芽が出てくるそうです。楽しみだ。なんかこれ頼んだの見えるかな。見えますか？キノコの家買ったの。
お家が届いたらお家に移してここで育てていこうかなと思ってます。一日ずつ様子を見ながらね、その過程もお届けできたらなと思ってます。ということで今日はこんな感じで椎茸農園始めましたっていう動画でした楽しかった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではお楽しみに、バイバーイ。ありがとうございました。洗濯バサミ買ってきた。壊れちゃった真っ二つになった。